これが5本は全部キュウリです。黄色いのはまるでお化けのように大きいですね。一番小さいのが普通にお店で売っているキュウリの大きさだと思えばいいでしょう。で、中くらいのは皮を剥いて2つに割って刻んで塩もみしたりして食べるととても美味しいです。意外とタネになる前っていうか黄色くなる前のキュウリも美味しいものです。で、黄色いのはもう種を取ることができますから、2つに割ってスプーンで先出し水に入れて浮いたものは取り除き、沈んだものだけを取り出して半日ぐらい水につけておきます。水につけておいて周りのぬるぬるをよくもみ洗いして取り除き乾かすと種の出来上がりです。来年その時期になって種をまくとキュウリができます。まあこういうことは子供の頃家で誰かがやってるのを見て覚えているだけですが、果たしてそれでうまくいくかどうかはよくわかりません。でも試しにやってみたいと思います。